刺客どもが不甲斐ないせいで早んまが手違いとなり言い訳に苦労したわ。だが剣持ちさえおらねば何とでもできる。気分の良いことに江戸より戻った剣持ちの娘が家の将来を憂いてわしを頼ってきよったわ。おぼこぎはあるものの剣持ちに似ずなかなか別品。さてさていかに料理いたそうかの。僭越ながら小娘一人が刺客たちの手を逃れかすり傷一つなく東海道を生きおせるとは何やら腑に落ちませぬ。清次郎は相当腕が立つようじゃな。しかし娘と戻らぬところを見ると父なき今わしを恐れて出奔しおったようじゃぞ。恐るるに足らぬ相手とはいえ何かと手向かいされては面倒だの。その方で探し出して始末いたせ。仕官の話はそれからじゃ。御意。お笑いください重松殿。それがしお恋殿をお慕いしておりました。お目かけに身を落とされるのは耐え難い。だがご家老には逆らえぬ。よくよく気にするな。ミサオ一つで家名を守ろうなどと浅はかな女よ。所詮蓄電した清次郎ともども霊落するやから忘れることだな。気骨のある娘に見えたが己の身は誰しも可愛いものか。父親の性的にすり寄って身を委ねるとはのう。そう意地悪せずとも抱きたいと申せばよろしいのに。せかつとも家老殿の相手の次はあなた様の相手をいたしますゆえ。これからという時に邪魔を入れるとは無粋なやつじゃな。して清次郎は見つけたかの。それが八方手を尽くしておりますがとんと手がかりがなく。言い訳は言いにこずともよい。首だけ持ってまいれ。わしの言うことを聞いておれば悪いようにはせん。わしのもとに身を寄せたお主は賢い。さあ何も恥ずかしがることはない。しっかり可愛がってやるでな。お恋め抱かせてやると言いおった。顔に似合わず大胆な女よ。確かにあの器量あの男だけの慰み者ではもったいない。ん？またか。どうしたことか。先ほどからつばなりが止まぬ。こんなことは初めてじゃ。何やら不吉な。ういやつよ。そう恥ずかしがるでない。観念いたせ。うん。もうそっと。寄ってまいれ。ああ、ほれ、わしが帯を解いて死んぜよ。刀がつばなりで知らせていたのはこれか。こやつ、人間に化けておったな。なるほど、徳信が言った。右近と佐之助を殺し、追っ手をことごとく返り討ちにしたのは化け猫の仕業か。次はお前の番と言うたであろう、重松新左衛門。その自慢の刀をへし折り、この爪で皮を剥いでくれようぞ。根こそぎ村正の力。
とくと見よ。こちらだ。邪魔だ。どけ。生きったパークを。その程度か。こちらだ。
重松、お恋が無念を思い知ったか。色なく恐怖に歪むそなたの顔、憂鬱じゃたまらぬの。だが我が恨みは未だ晴れぬ。それどころかどうじゃ、怒りは募るばかりじゃ。こうなれば若宮に組みしたる者、小物に至るまで全て首に殺してくれようぞ。